こんにちは、みずきです。今回はドラッグストアの購入品をご紹介していこうと思います。今回はですね、日用品と美容系のものも買ってきました。じゃあまずは日用品からご紹介していきます。はい、まず一つ目。こちら、スコッティのフラワーパック3倍長持ち4ロール。お花の香り付きです。私、日用品とかを買いに行くときに、歩きで行くんですよ。で、12ロール入ってるものだと結構大荷物になるので、最近はね、この4つ入ってるものを買ってます。で、4つ入ってるんだけど4ロールで12ロール分と書いてあります。長さが結構長いので、なので最近はずっとこちらです。かなり巻いてあります。でもね、全然学校とかにあるような硬いトイレットペーパーじゃないので、これ結構おすすめです。はい、2つ目、エリエールの超吸収キッチンタオルです。これもね、キッチンペーパーの4本分がこの2パックになっていて、1枚1枚ティッシュみたいに取り出して使えます。私的にはね、これが使いやすくてお気に入りです。一応ロールタイプもね、使ってるのは使ってるんですけど、やっぱりね、こうとっさにちぎるのがちょっとめんどくさいので、これがね、すごい活躍してます。今ね、私はこれのケースを探し中です。なんかおすすめとかあれば教えてください。はい、続いてこちらです。除菌ウェットティッシュアルコールタイプです。40枚入りの3個パックです。私、今までは割とノンアルコールタイプをずっと使ってたんですけど、やっぱりね、これから冬になってくると風邪とかインフルエンザとかちょっと気になるので、冬の時期はアルコールタイプにしようかなと思って、今回はこちらを買いました。これ物によってね、シートとかも全然違うんですけど、これはこんな感じでちょっとガーゼっぽいですね。柔らかくてすごい肌触りがいいです。肌触りっていうか手触り、全然硬くないのですごい使いやすいです。で、分厚すぎず薄すぎず、すごいちょうどいいです。インフルエンザとは言ったんですけど、うちのテーブルが表面がガラスなので、ちょっとこう汚れた時に拭いたりとか、掃除の時にもたまに使ったりしてます。一応ノンアルコールタイプもあるんですけど、とりあえず今年の冬はこのアルコールタイプを使っていこうと思います。はい、続いてこちらです。ソフティモのダブルヒアルロン酸メイク落としシートです。前回は確かホワイトタイプを使ったんですけど、ちょっと今回は保湿力高めのものが欲しかったのでこちらにしました。これは前に買ったことあってリピート品です。で、これオイルフリーの弱酸性洗い流し不要のものになります。結構たっぷり水分が入ってるので、使い切るまでにこうパサパサ乾くこともないし、多少保湿もしてくれるので、乾燥してる方はこれ一応ね、4種類あるんですけど、これが一番おすすめです。だからどうしてもメイクを落とすのがきついなって日とか、帰ってきてとりあえずもうさっとメイクを落としたいって時に使ってます。ここ数ヶ月はシートタイプもね、常備してます。まあ、本当はね、ちゃんとクレンジングした方がいいんですけど、たまにこういうものに頼ってます。はい、続いてこちらです。メグリズムの蒸気でホットアイマスクです。ラベンダーの香り。はい、こちらはですね、今までに買っても紹介したことがなかったんですけど、もう何回もリピートしてるものになります。今ストックがね、カモミールしかなくて、ちょっとラベンダーも欲しいなと思って5枚入りのものを買いました。これ目が疲れた時ももちろん気持ちいいんですけど、冬場に使うのがめちゃくちゃ気持ちいいです。最近すごい寒くなってきたので、そういう時に使うともうめっちゃ癒されます。リラックスできて、香りでも癒されて、眠気もね、結構誘われます。なのでストレス溜まってる方とか、リラックスしたい方、ぜひ使ってみてください。今これ7種類あるみたいですね。無香料タイプと男性用とかもあります。男性用、ローズの香り、ラベンダーの香り、カモミールの香り、完熟柚子の香り、あとはもう一頑張りしたい時に使うメントールタイプもあります。私は基本香りがついた4種類のものを使ってます。本当これはストックが何個あってもいいくらいお気に入りです。はい、次はこちら、メンソレータムの薬用リップスティックです。はい、こちらはですね、私冬になると買ってしまいます。私の冬の必需品で、もちろんこう唇に使ったりもするんですけど、私はこれをね、鼻の下に塗ったりとか、この首元に塗ったりしてます。いや、本当はね、唇だけに塗った方がいいとは思うんですけど、鼻詰まりした時とか、ちょっと喉が変だなって時にこれ使うとね、本当にスッキリするので、冬場は1本持ってます。ただこれはリップなので、そういう時に使う時はカンカンに入ってるメンソレータムのものがあるので、多分そっちの方を使った方がいいとは思うんですけど、これだったら手も汚れないし使いやすいなと思ってこれを使ってます。ほんと寝る時に鼻が詰まってる時はチュンチュンってつけてます。はい、そしてラストこちらです。じゃじゃん、サボリーノのお疲れさマスク、よりおマスクですね。香りはカモミールオレンジの香り。ちょっと開けてみます。うん、いい香り。はい、とうとうよりおも買ってしまいました。
動画をね見てくださってる方なら知ってるかと思うんですけど、私本当にサボリーノの朝マスクをねたくさん使ってて、一応拭き取りだったり、夜用はスプレーのおやすミストは使ったことあるんですけど、この夜用マスクは初めてです。もういつもね見るたびに、あどうしよう買おうかなって思ってたんですけど、なかなか手を出せずにいた商品でした。ただ最近ねスキンケアをサボることがちょっとあるので、そういう時に使おうかなと思って買いました。まあスキンケアをしないよりはいいでしょうってことで買ってみたんですけど、これ使ったことある方いますかね。ほんと香りはね朝マスクにはないような、ちょっと柔らかい癒されるような香りがします。で、ね、成分とかを見てみると、朝用マスクに入ってる成分がね結構入ってるんですよ。発火エキスとか引き締め成分がたくさん入ってるので、まあ、これもねちょっとスースーするのかなと思います。なのでどうだろう、冬場に使うとちょっと寒そうな気がするんですけど、まだね使ってないのでとりあえず今日使ってみようと思います。まあ、使ってよかったらお気に入りで紹介するだろうし、使い切り紹介の時にも感想はお伝えするので楽しみにしていてください。はい、でさっきねラストって言ったんですけど、一つだけちょっと食品があります。こちらです。睡眠の質を高めるギャバ4スリープのチョコレートです。これねツイッターかなんかで見たんですけど、結構良さそうな感じだったので、ちょっと私も試してみたいなと思って買ってみました。すごいよね、メンタルバランスチョコレートって。1日3粒で深い眠り、すっきりとした目覚めになるみたいです。機能性表示食品なのでちゃんとした商品ですね。最近ね夜更かししても早朝に起きることが結構あるんですよ。なんか3時間4時間くらいで目が覚めたりしてたので、ずっと気になってて買いました。ただこれはねレビューとかが難しいかなと思うので、まあ、Twitter だったりインスタに良ければまた書きます。気に入ったら多分お気に入りでも出てくると思います。はい、という感じで今回はドラッグストアの購入品をご紹介していきました。これからねだんだん冬っぽい購入品が増えてくると思うので、また楽しみにしていただければと思います。ということで今日もご視聴ありがとうございました。では